皆さんこんにちは。今回は8月23日の豪華なセレクトボックスについてちょっとお話ししていきたいなと思います。よろしくお願いします。まず何の話をするかっていうと、どうやらですね、このセレクトボックスあんまり盛り上がってないっぽいんですよ。って思って、僕ちょっとねそれについて話そうかなと思います。で、今回の動画に関してはちょっと僕の意見が飛ぶ動画、いつもよりも僕の意見が飛ぶ動画なので、ちょっとご視聴の際にはご注意した方がいいかなと思います。よろしくお願いします。で、まず始めていくんですけど、このセレブ微妙って言われてるのがね、ちょっと僕悲しいなって感じます。っていうのも、そのツムツムって盛り上がるタイミングってもうほぼ三が日とか強いツムが出た時くらいしかないんですよ。で、セレクトボックスで、普通のセレクトボックスでラグビーミッキーが入るなんて結構革命が起きたような感じなするし、盛り上がればいいんですよね。なんか他のやっぱり同期のね、でかいゲームって今もうワンピースとコラボしてるじゃないですか。もうつむつむってこういうところでしか盛り上がることできないから、ここで盛り上がればいいのに、なんか結構微妙だって言ってる人がいたんですよね。で、結構期待した割にはあんま大したツムがいなかったって話があるんですよ。何を期待してたのか正直分かんないですけど、多分あれなんですかね、ラグビーミッキー入って、ユキエルも入って、女王鏡も入ってみたいな、そういうことなのかなと思うんですけど、僕から言わせてもらうと、そんなわけないじゃんっていうのが正直な感想です。だって今までそんなことありました？あったの三が日くらいじゃないですか。で、よく言われてるのが、ラグビーミッキー以外微妙って言われてるんですよ。何言ってんだと。ラグビーミッキーだけでも十分なのに、いろんな限定ツムとかいろんな常駐ツムがいる中で、ロビンフットとエージェントピオを運営さんは選んでセレモニー解き放ってくれたんですよ。これだけでもなかなか頭下がると思うんですけど、ちょっとなんかこれでも微妙って言われてるのがすげえなって思って、もうなんかあれなんですかね、もうみんな高望みしすぎてなんじゃないかなって僕は正直感じてしまいました。まあちょっと冷静に考えてみましょうか。ユキエルが入って、ラグビーミッキーが入って、女王鏡が入って、ガストンが入って、あと何でしょうね、まあそこら辺の強いツムたちが入る、普通のセレボに入るって、これ冷静に考えてありえなくないですかっていうことですね。なんかちょっとさすがに高望みしすぎな気がしますね。で、やっぱ思ったのが、これで満足できないってちょっと怖いなって感じちゃいましたね。ちょっとツムツムってね、今年すごい強いツムたちが多くなってきたじゃないですか。だから、まあ、やっぱりこういうところで過去のツムたちって出るっていうのは、まあ、ある意味インフレしてるし、まあ盛り上がっていいなってすごい感じましたね。だってこれ普通のセレボですよ。ダウンロードセレボの時はツムの種類多かったから、まあラグビーミッキーとかエルサラとか手に入りにくかったんですよ。入りにくかったけど、今回に関しては12種類の中からラグビーミッキー出るし、エージェント P が出るって革命的だと思うんですよ。だってエージェント P ってセレクトボックスの中でももうバナーの一番真ん中にいていいぐらい、なんだったらエージェント P 以外は外れでもいいっていう感じのセレクトボックスだと思うんですよ。今までってか結構前に出てきたエージェント P のセレクトボックスで割とそんな感じだと思うんですよ。今回はラグミもいるし、エージェント P もいるし、常駐の中ではロビンもいるし、なかなかもう最強のセレクトボックスだと思うんですよ。だってこれ普通のセレボですよ、何度も言いますけど。まああと論争とかでね、運営が期待させすぎたっていうのと、自分らが期待しすぎたっていうのがあるんですけど、これに関してはね、僕運営悪くないと思いますね。で、これのせいでまた運営を叩く人が現れるんですよ。僕はね、これは本当にお前何様なんだってすごく言いたい。だってそもそもこのゲーム無料でできてるじゃないですか。まあ僕も運営いじったりしてますけど、ちょっとね、これはさすがに、なんだろうな、もうはっきり言っちゃうと自己中心的なんじゃないのって思うんですよね。割とやっぱガチャのせいで荒れちゃうんですよね。でも今回に関しては豪華なセレボ運営も、よし、じゃあここからラグミを出そう、じゃあ盛り上げようっていう、もうほんとプラス思考で言ってて、なんかユーザー側があんまり盛り上がらないのがちょっと怖かったですね。だこれもうちょっと運営もね、悲しんでると思うんですよね。だってラグミですよ、冷静に考えて。ラグミが12種類のツムから手に入るって、なかなかですよ。はい、というわけで、今回はですね、このセレクトボックスについての感想みたいなのを話していったんですけど、
まあとりあえずね、運営の悪口というか、もう悪意が増し増しで運営をこうバーってね、批評するのはあんまりよろしくないかな。運営も人間だし、やっぱこのつむつむ一番嫌なのはね、こういうことをやってるせいでサービス終了なんかに追い込まれちゃったりとかしたらもうやってらんないんで、ちょっとまあ今回ちょっと運営さんにエールを送るというか、まあ、本当にワイルドガストンだけだったら僕もやばかったかもしれませんけど、ここまでねやってくれて、ラグビーミッキーとかエージェント P 出してくれたっていうのもなかなかすごいことだと思うんで、三が日待ちましょう、とりあえずそういう方々は。はい、というわけで今回はですね、以上となります。よかったらチャンネル登録や高評価だったりとか、まあ、あとは自分の感想とかもね、コメント欄にどうぞよかったら記載していってください。ということで、それでは。